ありがとう。こんな感じです。こんばんは。こんばんは。今日から月曜日かね、みんなお仕事とか始まってるのかも。ファイト1週間。明日でもここ店なのでよろしくお願いします。来る方います？どうだろう、来る人、劇場あ、来てくれるの高雪。また当たっちゃうかもね、48番の席。みんな当てに来てください。ラジオもちゃんと書いてね、みんなそう、たまに書いてない人いるけど書いてください。レディオネームの紙。まあでも緊張しちゃうよね、あれ書くのって。おしゃべり会で行くって言ったやんなんか最後泣いちゃったから、おしゃべり会最後の部、最後の日の最後の部。そう、なんかそこで記憶が消されました。ごめん、忘れてたそう、泣き疲れてもうた、あの時。そうだからね、時間的に物販も行けたんですけど、そう、もうまだ泣いてたし目真っ赤だったから、そう行けなかったんですよね。スペシャルレーンもともとなかったし、私。そう、あ、来週行きます。え、嬉しいよ、なんで謝るのね、まあ来れない方は DMM で見てください。泣いてもいいけど記憶飛ばさんでちょっと泣き疲れちゃったから、本当に泣き疲れてね、お腹空いてお肉食べました。その後肩ロースね、昨日行った。無料ですからね、あれ。初めて使ったかも。なんかお肉の隣に なんだっけ、なんか、ま、マジックソルトみたいな名前のお塩ありますよね。そう、それ使ったんですけど、そう、美味しかった。なんか私が取りに行った時遅かったらしくて、なんかね、中まですごい火が通っちゃってますみたいなの言われたんですよ、その作ってる方に。そうだから私、焼きたての頃に行ってたら多分あれだったんだと思う、ミディアムレアみたいな状態だったんじゃないかな。土曜日初めましてしたけど可愛かった、ありがとうあ、マジックソルト、なるほどね。そうだからなんか中まで火が通り過ぎてるから、そのマジックソルトをかけて食べてくださいって言われた。すごいあれですね、あ、ウェルダン、ウェルダンが焼きすぎなんだっけね。あ、明日見に行くのでシクヨロです。シクヨロよろしくお願いします。私だけを見ててくださいね、焼きすぎってでもなんか中まで火が通り過ぎてるらしい。そう、私が食べた時はでもそんな硬いとかなかったですけどね。見に行きたい、待ってますよ。カッサありがとう。たい焼きか、ごち。こんばんは。こんばんは。あ、そうだ、なんか昨日みんなが教えてくれたじゃないですか、筋肉の筋肉ルーレットだっけ。そう、見るの忘れちゃったそう、ごめん、すみません、えんです今仕事休めなくて困ってる。あら、勝手に休んじゃえ。リータンさんありがとう。たい焼きこっち、リンク貼り忘れちゃった。あら、じゃあ貼っといてどういうネタなの。
昨日はお話し会のチケットなかったけど1月かなしたくて横浜でハンバーガー食べました。ああ、私はね食べてないんですよだからあの私のファンの方とは1月してるね。ごめん、私とは1月なってないわ。ハンバーガーは食べてない昨日少ししか行けなくてごめん。なんで謝るの、少しでも嬉しいよ。左右の大胸筋を交互に動かすやつ、はー、あでもすごいですよね、筋肉動かせるって。へー、ちょっと面白そうかもね。そう、私がね散々シェイクシャックの話したから多分食べてくれたんだと思うんですけど、そう私のファンの方はめちゃくちゃ食べてくれてたよまあでもそれね、私のビームズの方々が食べてたから、まあ一括みたいなもんちゃそうだよね。まあお肉食べたし、ハンバーガーめっちゃ行ってたのに食べてない。そう食べてないメール来た、あよかった。そうなんかお高かったからね、結構ね2000円超えるんだっけね。まあ有明行きますよね、その時に食べれればいいんじゃない。リータンさんありがとう、星どうも。ポテトカリカリ、えでもあれじゃなかった、そんなにカリカリでもないかもみたいなの言ってなかったね。でもまあカリカリならいいかな、70点くらい。食べてないけどねそう最近ね焼き芋かプロテインとかしかあれだから。そうね、インスタの質問返しの続きいつになりますか。配信中はちょっと携帯いじってることになっちゃうからしないけど、結構同じ質問してくださる方が多かったから、そうちょっと数少なくなっちゃうかも、ごめんね。パティがめっちゃジューシーで美味しかったです、いいな。みんな24日も楽しみにしてるね、ありがとう食べたいね、食べたいね。リータンさんありがとう、たゆきごちん焼き芋かプロテインの五感がなんか好き。おー、まあいいですよね。そう朝はね食べないとだから、焼き芋をなんか半分に冷凍してあるやつ食べて、そう他はほぼプロテインですね。今日ちゃんと見てますね、今日ちゃんとコメントもしてくれてるもんね。他の子のとこ行かないでよ途中で。冷凍焼き芋早めに食べるんやでね。なんか焼き芋ってそんな持たないんだね。そう教えてもらったんですけどチャットの返信で、1ヶ月ぐらいなんだってね。結構もう焼いてあるんだったらね、冷凍もしてあるし持つのかと思ってた、2ヶ月とか少なくても。朝ごはん1万年ぐらい食べてない、食べなきゃ、朝から元気出ないよ。こんばんは、こんばんは、のんちゃんねえもっと持つと思った、だよね。だってなんかあれじゃないですか、栄養あるもんね。
ね。でも確かに言われれば、なんかコンビニとかに置いてある焼き芋の冷やし焼き芋とか置いてあるじゃないですか最近って。なんかそれ早い気がする。業務用の急速冷凍ならもっと持つみたい。あー、そういうこと。まあ業務用はちょっと大きすぎるかな。ね、でもいいよね、なんか業務用の冷蔵庫とか冷凍庫とかちょっといい感じだよね。わかる。なんかそう、コストコとかが好きだからそこまで行ったことないんですけど、そう、それとかを入れてみたい。トシピンさんありがとう、ハート、どうも。業務用後々大変？掃除とか？へえ。まあでもあれですよね、電気代すごそう。壊れたりすると、ああなるほどね、そういうことね。うん、コストコって量多いんでしょ。多いと思う。だってすごくないですか、パンの量とかものすごいですよね。今日可愛いなって思ったら松葉してきたんだね。してきた、上下してきました。下まつげあんま映ってないけど、そう、でもマスカラしてないんですよ今。いいですね、明日から公演だし。あれですよね、しあさってもうここ店だっけですよね。秀明さんありがとう。たい焼きこっちです。ジェットコースターぐらい上がってる。ね、まそのぐらいバチバチに上げてもらいました。基本シェアするものじゃん、コストコって。シェアする、そうなんだ。あ、アメリカンファミリーのお店だから。まあね、今日のお洋服どこのですか、イング。まつげ長い、かわいい、ありがとう、嬉しい。ありがとうの発音が好き。なんかそう言われると恥ずかしくなっちゃう。冷凍して長期保存します。そうかな。イングいいよね、いいよね、安くてかわいい。でもなんかコストコ行ったとしてもそこまで買わないかも。なんかチキンとかあるじゃないですか、有名なの、なんか人気な商品、パンとかピザとかもう大きいじゃないですか。でも買わないかな、そんな。すごい前髪が荒れてる。カチューシャしてる。一人暮らしにはコストコいらない。まあね、でも保存すればいいんじゃないの。でも会員にならないと。そうね、確かにね。もう私会員じゃないから入れない。ドンキあるある。あー確かにね、ドンキとかも結構大きいですよね。巨大ティラミスやばい？あー買ったことないや。ティラミスケーキ好き？へー、コストコの少量版のお店ある？そうなの？そんなのあるの？へー。たかちゃん、かもないさんありがとう。パンじゃなくてたい焼きこっちです。
コストコにはホットドッグ目当てで行ってた。あ、たそれ食べたことある。そう、あるある、美味しいよね。明日ここ店行きます。あ、待ってます。みんな間違えないでね。明日は昼公演じゃないからね、平日だから。18時半開演ですよね。間違えないで気をつけてきてください。ん、会員じゃなくても帰るから若干割高。あ、そうなんだ。すごい、なんか業務用スーパーって感じ。明日18時半、合ってるよ。白熊さんありがとう。グミみたいなやつ。歯医者行ってきた。おつー。コストコのチキン一人で食べたい。え、食べれそうですけどね。食べちゃえ。ティラミス好きな人多いですね。ね、ケーキとかもあるもんね。コストコのクマ買うの夢。あー、なんかありますよね、大きいぬいぐるみね、かわいいあれ。あ、行きたかった、ここ店。まあ時間が合えばね、来てください。待ってるので。ん、博多からちょっと足伸ばしたとこにある猫の島行ったことある。行ってるのと同じかわかんないけど行ったことある。なんか猫の猫、野良猫とかがたくさんいる島行ったことあるよ。すごい楽しかった。なんか数回行ったことあります。なんか猫島みたいな感じで呼ばれてるとこじゃないっけ。明日当日券ある。あ、そうなんだ。おお、じゃあ皆さん来てください。コストコのクマ買うの禁止されてる。かわいい。あ、猫島合ってた。ここ店ついでに行こうかな。え、ぜひぜひね。なんか猫島にあった、今もあると思うんですけど、そう、なんかあの和食みたいなのが食べれるお店がすごい美味しかったです。明日最善予定、まあ、当たると思ったら当たるんですよ。あ、猫島5カ所あるんだ。へえ、そんなにあるの。まあ一箇所しか行ったことないかな。制覇したいね。猫派ですか。多分猫派。近くの店ありがとう。行ってみそう。グッチーさんありがとう。グミみたいなやつ、グッチー。猫ちゃんね、ワンちゃんも可愛いけどね、やっぱ猫ちゃん派かな。か、今飼ってるっていうのもあるし。うん。犬派って言ったらプリ怒る。あらあら。猫耳ポーズください。こんな感じ。
よかった。なんちゃんの犬種何が好き？なんだろうな。でもなんか大型犬が好きかな。明日の髪型決めてない。どうしようかな。三つ編み以外かな。三つ編みこの前したから。そう、でも下ろすかまとめるかとかも決めてない。でもどうしようかな。あれパジャドラの時私何してたっけ。ツインってたっけ。覚えてる方います。前回の前回っていうか私が出た時のパジャドラなんだっけ。何したっけ。あ、思い出した。あれだ、なんだっけ、ハーフアップしたんだ。そう、その写真ね姉ビームに送ったら二度とするなって言われましたね。そう、あ、似合ってないって言われてそうだから覚えてる。そうだそうだ、だからハーフアップは明日しないです。ポニテと、なんでなんか似合ってなかったから顔大きく見えちゃったからくさん結構ね、まあ、ズバっていうタイプなので姉は。まあでもありがたいですけどね、そういう意見も。ツインテール希望？あー別にいいですよ。じゃあツインテにする。ツインって最近やってない気がしなくもないんですけど、どうだろう。あ、でも待って、なんか前々回のココテンでした気がする。ココテンだっけ。いやココテンじゃないな、パジャドラかでした気がする。なんかそこまであれですね。羊さんヘアはしたことあるからなんかその気分ではないなんかあれですね、ご飯決める時の何でもいいみたいな感じになっちゃう お話し会とかで見てみたい？ハーフアップのこと？頑張ります何かな。そのループで決まらんくなる。確かにもうパッと決めた方がいい。あ、高めのツインはしない。しないです。普通の位置のツインテです。しても。明日の雅の髪型当てた方にはアメリカンドッグのカリカリが当たります。当たります。今ならなんと3個ぐらいついてきます。ということでね、プリオが来ました。まあお楽しみにしててください。髪型もメイクさんに丸投げね、それもいいけどね。全然6択作ってサイコロでいこう確かにクラゲヘア、何それ、ウェーブってこと。へどっちのアネビームが毒舌ですか。毒舌ってわけでもないですよ全然。なんか言うときはこうじゃないって言ってくれるだけで、そう、別に悪とかじゃないから。そう、まあでも言われるのは一番上の姉なんですけど、そう、でもそういうわけじゃないよ全然。悪口言ってくるとか、まあ喧嘩したときは言い合いになっちゃうけど、そういうわけじゃないからね、仲いいから。まああれじゃないですか、親しき中にも礼儀ありみたいな感じですよね。クラゲはツイン団子で下から巻いた髪の毛出てるやつ。あー、なんかセーラームーンみたいなやつですかそれ。
そういうこと？拳で語り合う感じ、そんな感じ。そう。あれかな、なんかお団子してちょろちょろって出てる髪型のこと？それかな。それだったらいいかもね。したことないし。そんな感じ？クラゲヘアで調べてみて。なるほど。良きかも。涼しそうだし。でもあれだね、なんかお団子とかって不毛の時に寝っ転がる時にあれじゃないですか、崩れちゃわないかな、なんかそこが心配かな、ね、かなり結構あれガンっていくから、そこでなんかバラバラってなっちゃったら怖いな。誰かとお揃い、あーまあ良きね、結構回るからね。まあお楽しみにしててください。そちらも DMM もあれですね、可愛く映るといいな。ガンっていくか、そうなんですよ、結構スピードがあるからね。羽毛で寝っ転がるとき小物落ちてることないの？私はないですけどね、たまにね、あれですよね、イヤリングとか落ちてることはあるかもね、もしかしたら。でもアンコール明けの衣装ってあれじゃないですか、なんか最初帽子みたいなのつけてて、帽子というか冠みたいなのつけてて、イヤリングはしてないから、そう落ちてないんじゃないかな。なんか落ちてたとしても、あの前半後半 MC とかがあるじゃないですか、そこで多分誰かが回収してるんだと思う。そう、そこで回収する時間があるから、多分落ちてるの見かけないのかな。まあ、ピンとかはね、もしかしたら落ちるかもしれないけど、もう途中でね変わるんですよ、あのハイウェイ終わった後にピンに変わるから。サイドさんありがとう、グミみたいなやつどうも、ゴチ。100円落ちてるかも、拾わな、立ち上がっちゃうよ私普通に。立ち上がって探しちゃう。まあ明日ね、もし寝っ転がるところあって立ち上がってたら、なんか落ちてると思ってください。500円玉とかだったら血まなこで探しますよ、ほんと。まあ、あのちゃんとマネージャーさんに届けますけどね、偉いから。ね、自分のものにはせずね、みんなそういう時やったら。下ばかり向いてたらあかんで。まあね、ちょっと探してるかもしれん。下ばっかり向いてたらそういうことってことですね。なんかそういうこと、フェブラリーみたいな言い方になっちゃった。1割もらうまでがお約束。そこまでしないよ、あんこの時に設置するしか。
そう。でも私お財布あの電車に置き忘れたことあって、その時ね何も取られてなかったし、そう1円も取られてなかったし、そうすごかった本当に。もうすごい優しい人っているんだなって思った。そうかなり焦ったんですけどね、そう優しいなと思った。全体何かなんか保険証だったりとか取られてないかなってすごい不安だったんですけど、そう大丈夫だった。日本すごいよね。穏やかじゃない話、まあ最終的にはね何も起きなかったし穏やかな話よ、よかったですね。そうそんなこともありましたね。みやびちゃんの個人情報世界に漏れなくてよかった。そうですよ、みやびちゃんの個人情報漏れちゃうから危ない危ない。みんなも気をつけてね。ありがとう、たい焼き。ごち。N2F さん、ありがとう。充電大丈夫かな？そう、昨日ね、あれなんですよ。充電し忘れちゃったから、今何パーだこれ？ 54% か。まあ、いけるか。うん。そう、iPad 充電し忘れちゃったからね。そうちょっと気にしつつある。そう減るの早いんですよね。70何パーから始めたんですよ、ショールーム始めた時は。だってもう15分経ったでしょ。あ、34分も経ってるのね。それで 20% ぐらい減ったのか。まあいけるか。まあプツッと切れないところで、だって iPhone とか iPad ってなんか 1% になったらすごい粘りません？ね、1% の時すごい粘るよね。2% から 1% まで行くのは早いと思うんですけど、そう 1% になったらすごい長生きするから。そう減るのが遅い気がする。いける。今53にもなってないし、そこまで行ったことない。粘るよね。ね。そう結構粘るんですよ。だからみんなね、充電器とか忘れてもね結構安心して、まあ安心はできないけど、まあ持つやろって思っていいと思う。うん、そうだから大丈夫。そう充電器がねあれなんですよ、コードが短いから充電しながらできないんですよね、高さ的に。ショールームの時減り早い。まあね、そうだよね。明日じゃない、間違えた。そうここ店の話しようとしちゃった。そう映像みたいなもんじゃないですか、これってかなり。減りやすい方ですよね。しかもあれだもん、iPad の方アプリの整理とかしてないから、多分裏ですごい使ってるのあると思う。もうでもそれで思い出したんですけど、そうあれなんですよ、私の iPhone の保護フィルム
未だに見つかんないんですよね。そう、アマゾンで買えば一発なんですけど、ちょっとあれだから、そう、100均とかで買いたいんですけど、そう、全然見かけないの。なんで買い占めてるの、誰か。ちょっと怒ってますよ、それについては。いつまでもあれだもん。12、そうのプロマックス、そう、ないんですよね。13はね、でもなんか13もね、品薄なんですよね。まあ探してみます。ミニシリーズほぼない。あらみやびのスマホ相談コーナー。まあ終わりましたけどね落ち着きましたね。ん、リチウム電池 20% 以下で充電すると電池のダメージが大きい。え、そうなんだ。へえ。ん、ガチャでサイン付き缶バッジ当たった。え、ありがとう。大切にしてくださいね。売らないでね。おめでとうございます。ミニはバッテリー容量減り早い。あ、そうなんだ。ガラスよりフィルム派。いや、ガラスがただお高いじゃないですか。結構高いやつだとかなりしますよね。6000円とかいくやつもありますよね。種類によるけど、本当に。だからフィルム派。なんか昔はすごい iPhone 落としちゃってたんですけど、最近落とすこともなくなったから、そう、フィルム派になった。こんばんは。かなー。帰宅、お疲れ様。お疲れ様。お帰りなさい。ガラスだけどそんなしなかった。あー、なるほど。落とさないの偉いでしょ。そう、大人になったなったね。ガラス100均で400から500円。あ、そうなんだ。なんかガラス売ってるの見かけない気がする。見てないだけかも。自分でちゃんと貼れる？貼れますよ。めちゃくちゃうまく貼れる。そう、最初はねすごい下手くそだったけど、そう、貼れるんですよ私。ガラスの人バキバキ率高いわー。え、でもガラスでバキバキってちょっと危なくないですか？なんか指とか切っちゃわない？それ気をつけてね。もう泡とか入りませんよ私。貼った時うまいんですよ結構。たかちゃん、かもないさん、ありがとう。はし、どうも。ああ、100均いっぱいありすぎて目的のもの探せない。なんか商品が多いから、今ってちいかわとかとコラボしてたりとかもあるじゃないですか。なんかサンリオとコラボとか、なんかそういうのがあるから、そっちに目がいっちゃって目的のもの忘れるとかある。普通に忘れちゃうダメね。うん、50% になった。減りがちょっと早いですな。そう、まあでもちゃんとメモしていくんでね、最終的に2回来店するみたいな形になるんですけど、そう、レジに行くと思い出す。本体バキバキで使ってる人いる。あー、たまに見かけるよね。
まあ直すのに時間かかるし、本体だとレジ行く前にメモし見てもろてそのメモ見るのすらね、忘れてるんですよ多分。俺たちは雅成分を充電してるよかったです。1個2個だけと買うつもりが、ん？お会計に行けばなぜか1000円超えること。あーでもあるよね、100均ってね、100円だしって思って買ったら結構スチしたみたいなのある、わかる。ケースは手帳派、いや昔は手帳派だったけど今は普通のかな。ね、100均いろいろあって面白い、わかる。なんかジャングルって感じ。その中から宝を見つける。なるほどね。ご理解ありがとうございます。すごいなんかアンケート答えた人みたいになった。ありがとうございます。どうだ今日45分になったら壇上読みますで1位の人にお礼書きます。パルパルさんありがとう、どうも。ハッピープライスパラダイスダイソーの歌聞いたことある？何それ、ダイソーに歌ってあったっけ？でもありますよね、スーパーとかで歌あるとか。へー、ない。え、でも ありそうだけど覚えてないだけかも。あれはわかりますよ、呼び込みくんだっけね、あのなんか電子音みたいな、なんだろう、ピアノの電子音みたいなやつ流れるやつね、ドンキとかでよく流れてるダイソー行ったら無限に聴ける。じゃあちょっとね聞きに行こうと思います。聞くだけにダイソー行く。みんな何すごいセリア派かキャンドゥ派かダイソー派で分かれてるね、うん、みんななんかあれですね、派閥みたいな感じ。私はちなみにどこだろうな、何派かな、セリアだっけ。でもちいかわとコラボしてるのってだからセリアが好き。でも前はダイソーだった、何もない頃は。結婚してありがとう、夢の中でね。ということで読みます。そう、なんかピポーってなるやつ、呼び込みくん、なんかそれのぬいぐるみとか売ってるの見かけた気がする。13位はリータンさん、あ変わった。13位ひであきさん、12位カスさん、11位 N2F さん、11位がチェジンヨンさん、9位はカナリアさん、8位クルクマさん、7位ワラワラタンさん、6位がタカユキ、5位がフルーキャパさん、4位がパルパルさん、3位がクニヤキさん、2位がタカちゃんカモナシさん、そして1位はドン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 バン、シロクマさんでした。おめでとうございます。昨日に引き続きですね、おめー。届かない、届いた、おめでとうございます。何がいいかな。
1,2,3,4,5,6 みやびよりマッチョなクマ、こんな感じ？なんかすごいあれみたいになっちゃった。なんか違うかも。まあでもいいんじゃない？はい。おめでとうございます。おめでとう。また一。おめでとうございます。腹筋割れてます。いいかしら。土曜パジャドラ行く、あー待ってるね、ありがとう、こちらこそありがとうございました。それじゃあ1位おめでとうございました。壇上に上がってるみんなもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。明日ココテンよろしくお願いします。楽しみます。すごい最後って感じだった。ココトお疲れ、ありがとう、楽しみます。はい、なので DMM の方も来てくださる方もよろしくお願いします。あ、NSF さんありがとう。グミゴチです。おやすみ、また明日。